はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄太です。突然ですが皆さん、今この動画を何でご覧になってますか？そうですよね、スマートフォンですよね。もうほとんどの人がスマートフォンなんじゃないかと言えるぐらい身近なものになってますよね。一日の中でこれだけ見たり触ったりする時間が長いということは、勉強にぴったりなスマートフォンを選べばかなりね、学習にもいい効果が出るんじゃないかなと思います。ということで今回紹介させていただくのは Galaxy Note 20 Ultra 5G。 これですね、つい先日発売されたスマートフォンなんですけど、本当にね、勉強に使えるんですよ。ということでね、どんだけこれ勉強に使えるのかってことを見ていきたいと思います。それでは早速勉強に使っていきましょう。まずね、これ画面大きくて見やすいですよね。内蔵されてる Galaxy Notes っていうね、アプリがすごく勉強にぴったりなんですよ。まずですね、このプラスをタップすればこういう風にノートを作ることができるんですけど、これね、個人的にすごいなと思ったのが、これテキスト入力だけじゃなくて、この付属の S ペンを使って本物のノートのように書くことができるんですね。こんな感じで Galaxy とかね、 Galaxy 銀河、すごい書き心地いいですね。サラサラと書ける。でもちろんこれ上からマーカーで引いたり丸で囲ったりすることができるわけですね。でですね、この上の PDF っていうところをタップすれば、なんとね、 PDF も落としちゃう。こんな感じね。で当然この上から、まあ、重要なところにね、こうやってマーカーを引くこともできる。しかもこの上からですね、画像とかも載っけることができて、こういうグラフとかを入れ込むこともできるわけですね。すごいですね。こんな感じで y イコール ax2 乗プラス bx プラス c みたいにね、書いたりできて、もちろん画像の上からもマーキングできる。だからもう完全にね、自分だけの参考書をスマホの中で作ることができるんですね。まあ、これね、紙の参考書とかだったらマーキングとかしてね、汚すのに抵抗ある方も一定数いるかなと思うんですけど、このノートなら全然ね、戻ることもできますし、自分に合った法則とどんどん入れることができるので、特にね、勉強においてデータやファイルを活用するよって方は本当に扱いやすいですよね。またすごいのが、書いた文字をそのままテキストデータに変換することもできるので、例えばね、こんな感じで URL あった時に、これ手書き文字のままリンクに飛ぶことができるんですよ。だから調べ物したい時とか、すぐにね、ネットにつなげることができるからいいですよね。ちなみにメールアドレスや電話番号も手書きの情報をデータ化できるんです。でですね、これ本当にすごいんですけど、これ録音も加えることができて、例えば Galaxy、こういう風に同期させると、こんな感じでいつでもね、ノートで復習しながら、しかも音声データも再生できると、まさにね、次世代の勉強法ですよね。だからもし学校で許されるとしたら、先生の話を録音しながらノート取って家に帰ってね、音声データと一緒に復習することもできますよね。もうそんな時代が来てるかもしれないんですよ。ていうかね、大学の講義だったらこれいけますよね。しかもですね、このカメラの性能めちゃくちゃすごくて、例えばね、板書を遠くから撮ったとしても文字がくっきり見えるんですね。そしてその撮った画像をまたノートに貼れると。そうすることでどん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 ノートでまとめることができて、もう学習効率跳ね上がりますよね。いやもう本当にね、ノートがノート超えましたね。じゃあ先日リリースしたリングも試してみましょうか。例えばね、適当なカード英単語500とか選んでして、画面が大きいから勉強しやすいですね。検定を始めるとすると、でファシリティが設備と安定ですね。もうこれね、ノートでまとめてリングでチェックすれば暗記科目はバッチリですよね。最後にですね、この勉強にぴったりな Galaxy Note 20 Ultra 5G、 今予約するとなんと Galaxy Buds Live というワイヤレスイヤホンが無料でついてくるキャンペーンをやってるみたいです。このイヤホンの特徴としては、周りの音をかき消すことができるノイズキャンセリング機能が充実しているということなんですけど、例えば電車通学中とかうるさい環境でも集中して勉強することができるようになりますよね。このイヤホンで超集中の勉強用 BGM とか聞きながらね、勉強したらもうはかどりまくりですよね。まさに鬼に金棒ならぬ Galaxy Note 20 Ultra 5G に Galaxy Buds Live という感じですかね。ちょっと長いですね。はい。ということで今回ね、勉強に使える Galaxy Note 20 Ultra 5G を紹介させていただきました。まあ時にはね、勉強の敵にもなり得るスマホですけど、こうやって勉強の味方になってくれるスマートフォンは今の学生にぴったりではないでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。